文太くん、ママが育てたトマトでしょ、レバーでしょ、豚バラに、国産黒毛和牛だぜ。よし、ぶちゃんも慌て、暑い、暑いわ、ぶちゃん、ちょっと待って、これ暑かった思ったより、そうだね、ほかほかピカピカ暑いわ。冷えるまで待っといてね、ぶ。もう食べよう、レバー硬くなっちゃったか。ぶちゃん、冷えるまで待ってね。ママが期待させて、ひどいね、期待させてね。ふうふうしてやればいいじゃん。ふうふうするか。ちょっと待ってね、ぶ。ぶんちゃん待てないんだよね。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。冷やすか、待ってね。いえー、もう待ちきれないんだよ、僕は。うん、見て、俺こそ。いい子だね。いい子で待ってんの、ちょっと待ってね。もうお姉ちゃん、お姉ちゃん食べられると思ってんだよ。じゃあレバーがむっちゃ熱いんだって、ぶ。ぶちゃん。はい、いただきます。あっち行こっか。おいで。ソファーの上で食べれないよ。お汁がさ、油が落ちちゃうじゃん。おい、降りて。ぶちゃん、降りて。おさえして。待ってよ。ぶちゃん、おさえして。立って、立って、立って。ぶちゃん、おさえだけして。もうお手とおかわりは今日せんでいいから。ゆっくりね、ゆっくりね。一気に食べないでね。ゆっくり食べてね、一つずつ。ぶちゃん、いいよ。はい、ごちそうさま。あ、お肉もない。あっちゅうまい食べた。はい、あっちゅうまい食べた。美味しかったね。美味しかったね。机の下探検したらそのお肉見つかるの、ブブ。お肉見つかりそう。ブーちゃんのお肉見つかりそうなの。そう、パンダの下が行儀悪いから落ちてくるかも。見つかりそう。見つかる。